近年ではテクノロジーの進化とコロナ禍での働き方改革により社会環境は劇的に変化しました。従来の企業主導の職業能力開発から個人が主体性を持ち自分自身の能力や特性に合わせたキャリア形成を行うことが一層重要となってきています。変化をしないことがリスクになりかねない時代において自分自身の力で進んでいくことが大切であり組織の成長にとって不可欠です。ファミリ会では会員企業に所属する皆様のキャリアオーナーシップ醸成を応援します。ワークショップの研修ではテーマ別に業種横断の交流を通じた自己成長が望めます。ライブ配信のセミナーでは集中して深めたい技術やトレンドの情報が学べます。オンデマンドの講習は隙間時間で仕事に生かすことができる知識の習得が可能です。人気の講座を2つご紹介しましょう。2021年12月に実施した会員アンケートでは 72% の会員企業の皆様がご興味のあるテーマに DX とお答えいただきました。デジタルビジネスリテラシーセミナーはデジタルビジネスを進めていく上で各社における課題解決のヒントとなるリテラシー基礎の習得を目的に開催しています。2021年度は2283名の受講者の方々にご参加いただきました。受講者の皆様からは DX への取り掛かりとして実現までの道のりについて理解できた、既存のアイデアから新しい価値を生み出す意識が必要だと思った、分析の手法や注意点、主なツール類、プロセスマネジメントの時間配分など基礎的なことから応用まで学べたなど多くの声をいただきました。伝わるプレゼンシリーズでは相手に伝わり心に刺さるプレゼン資料を作成を目的に開催しています。プレゼン作成のプロからノウハウや勘どころを5つのテーマ別に分かりやすく説明してもらえるため大変人気の講座です。2021年度は1985名の受講者の方々にご参加いただきました。受講者の方からは実際にすぐに真似ができるテクニックが多く参考になった、パワポのビフォーアフターを実際に操作して見せていただけ気づかなかった機能を知ることができた、セミナーのタイトル通り使えること満載だった、講師の流れるようなプレゼンにも学ぶ点が多くあったなどの声をいただいています。これらのイベント、セミナーはファミリ会会員企業様向け専用ページファミリーオンラインよりお申し込みいただけます。ファミリ会はこれからも時代の変化とニーズに合わせたコンテンツをどんどんと発信していきます。社員の皆様のキャリア形成にファミリ会をぜひご活用ください。